はいどうも皆さんこんにちは、ティンです。ということで今回はですね、あのチャンピオンのレッド君とのコラボ第2弾、よいしょ。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、レッドだよ。というわけでね、はい、オープニングを見た人はあれこれティンさんの動画かなとか思ったんちゃうかな言ってというわけで本日やっていきましょう。約1年2、3ヶ月ぶりぐらいの、ティンさんとのコラボ動画ですね。男前の罪こと、ティンさんでございます。はい、飽きすぎちゃう飽きすぎやんなはい、まあティンさんの説明はいるかな、いらんよな、多分みんな大好き知ってるもんね。はというわけでやっていきましょう。本日の、内容なんですけれども、はい、アイアンパイレーツフランキー将軍、こちらのねフランキー将軍を、まあ、修正が入ったんでこのキャラを使ってで、僕の試合参戦を、ティーンさんの YouTube チャンネルにて解説してもらいますと。はい。で、ティーンさんの試合参戦を、僕のこの今からの動画で解説していきたいなと思います。はい。よかったらね、で、しっかり両方見てほしいなと思います。コメント欄とかにね、ティーンさんのチャンネルとかも貼っておこうかなと思うんで、よかったら見てほしいなと思います。はい。というわけで、まあ、あのね、似てると言われて、もう早何ですか ?2 年ぐらいですかね。とか言いつつね、ずっとやっておりますけれども、まあ、見ていてくださいね、皆さん。はい。というわけでね、ただただこう解説していくんじゃなくて、まずは、1戦目、はい、1戦目に関しては、もうめちゃめちゃ厳しい目で、もうめっちゃ厳しく実況していきたいなと、解説していきたいなと思いますね。しっかり見ていきましょう。で、2戦目に関しては、もう、甘々な感じでね、褒めちぎっていこうかなと思いますね。はい、で、そして3戦目ですね。3戦目はそう、似てるとか言われてるから、そう、あの、モノマネを踏まえながらね、ちょっとティーンさんチックに、見ていきたいなと思います。ハイレスの試合が終わった後、エンディングの方で、ティーンさんへ愛を込めたメッセージをね、伝えていきたいなと思います。というわけでよかったら皆さん、最後まで見ていってほしいなと思います。はい、というわけで、ティーンさんが使ってたフランキーの、詳細ですね。はい、こちらメダル、カチカチメダルをつけておりますね。はい、まず防御力1500なんで、多分しっかりと防御に振ってやるやつですね。はい、で、サポートこちらがアタッカー、麦わら、ゾーン、新世界と、まあ、大体今のやっぱり青属性でディフェンダーとか特にやっぱりね、大体サポートは僕と一緒かなと思います。はい、じゃあ楽しみですね。どんな感じか見ていきましょう。行きましょう。レッツー。はい、じゃあ1戦目見ていきましょう。1試合目はね、しっかりとあの厳しくね、しっかり厳しい目で見ていきたいなと思いますね。はい、まあ、どんなプレイをしていくんでしょうか、楽しみでございます。スリラーバークですね、よろしくお願いしますということで、ありがとうというわけでね、はい、初手ありがとうを打つっていう、そのね、よくわからないですね。あーね、1陣か2陣かな迷ったな、いうことで、ここ、カイドウに旗を譲った風に見せてる。はい、ここのハートは全然キュンキュンしないですね、今の壁に向かってるこの角度もなんか中途半端やったし、こう見たくないし、こう正面のフランキーとか全然見たくないしで波切って、二陣の方に向かっていくと、階段登るスピードも心なしかちょっと遅いしね、なんかね足腰弱いんか知らんけどね。はい、でどこに行ったらいいかちょっと、迷っていると、どうするか二陣を任せていく。はい、背中で語るみたいな、いらいらそんなはい、でここでとりあえず、マムとのオリンとの共闘で、シャンクス、しっかりと、今カウンターを引っ張っていたけれども当たらなかったのはなんで、とりあえず、中入って、まあ、まあ1人がね強いんで、はい、ここの、まあ、ジャスト回避なんかも、まあ、できて当たり前っていうかラグナラグできて当たり前っていうか言うてる間にとりあえずチャージじゃないわ、あのキャノンがね、100% 溜まってる、はい、グリボンを避けられへんわ、ほんまにちょっとやばい、あ全然あかん、ようやく、まあ、当てて、まあ、体力満タンになったんですけれども、2対3で劣勢と、フルゴラを、無駄回避して行くと、ここは、カイドウにしっかりと通常でしばかれていくと、よくないですよね。で、回復不能がようやく解けたと。で、ジェネラル、足元デンジャラス失敗して、体力がミリ追い込まれすぎ、ハマグリですね、これね。で、キャノンを当てていくものの、回復不能ついてるから回復できないと。なるほどですね。カイドウとの、ここら対マンを、楽しんでいる感じですよね。通常1、2、1、2、3と、いいですね。そこはいいでしょう。通常だけは、褒めたいなと思いますね。で、しっかりとジャスト回避からのフルゴラがあったから、これ倒せたと。これフルゴラがなかったら、もしかしたらこれ倒せてなかったかもしれへんしね、っていうね。カウンターを出させる。はい。で、通常しっかりと出していきましょうと。で、足元デンジャラスでしっかりと倒していくと。まあまあですね。はい。これはまあまあ。で、後ろのチェック。誰も来てないけれども、後ろのチェック。
ね、向こうのフランキーはハートを押してるけど、こっちのフランキーはハートをこのタイミングで押さないと良くないですよね。そういうのもね。で、ここの、キャノンは素晴らしい。はい、ですね。ここのハートは全然いらんよね。全然いらん。その、全然キュンキュンしひんし。で、ここしっかりと溜めていって、相手のニジンは溜めていく。はい、で、ここでまたまた青シャンクスとの、対マンですね。はい、この回復風のは当てられたらあかんやん。まあな、今のはもう絶対避けなあかん。任せろ、押していく。素晴らしいジャスト回避を決め込んでる風ですよね、これはね。向こうも回っていると。はい。で、ここから残り20秒なんで、しっかりとここ倒し切って、安全にね、次の旗も守ってあげたいぐらいの余裕は見せてほしいところですよね。あ、ぶっちゃけね。で、ここで、カイドウが、で、アシストくれたんで、キルパクと、キルパクのギャノンと、ということでね、絶対に安全な二陣からの C 旗に、ワン、ツー、スリーで突っ込んで、この横の価格はいらん。あー、横のフランキーなんか見たくない。ナイス勝利。はい、じゃあ2戦目見ていきたいなと思います。この試合はしっかりとね、甘々の実況で見ていきたいなと思いますね。夕方のシャボン。はい、まず夕方のシャボンといえば、そう、上に行くか下に行くかでまず迷うよね。大体の人はね、ここのスタートラインで、まあ、2分半ぐらいは迷うと思う。で、迷いなく上に行くと、はい、素敵ですね。素敵ですね。はい、素敵なシャボンの乗り方と、いいですね。両手を上げて、しっかりとシャボンに乗っていく。大体のフランキーがシャボンに乗ったら大体割れちゃうからね。そこも割らさないっていう優しさ。はい、でここからしっかりとまず一陣貯めていきましょうと。で、青シャンクスとの共闘ですね。はい、どういう形でこう後ろから、アシストするのかと、まずは優しい目で見守っていく。素晴らしい。この優しさはまあ他には出せないですよね。で、通常の距離を押し測って、はい、通常でまずはしっかりとよろけを剥がしていきますと。はい、素晴らしいですね。素晴らしい。この通常の間合いからのジャスト回避、鮮やかなジャスト回避。あんなんできひん普通。これフルゴラなんかは当たってオッケーと、はい、トツカの方を警戒する、そういうことなんですよ。今ので回避を使ってたらトツカを食らってしまうからっていう判断なんですね。だからそこの判断ができるっていうのがうまさ。はい、そう、素晴らしいですよね。男前たるゆえん。で、ここからのこのチグハグステップ、はい、かわいい。で、いい距離感をね、保ちつつですよ。保ちつつ、オリンとの距離をこう、押し測りつつ、真の距離をね測りつつね。で、味方の、レイジュが来てくれたところをすかさず放ってはおけないということでアシストに入りましょうと。今のグリフォンも素晴らしいジャスト回避。まあ当たり前のようにこうやってジャスト回避をする、それが男前の罪ティーンというわけで、いいキャノンだ、いいキャノンすぎて。で、相手のブーストが来たんですけれども、落ち着いてね、ブースト来たんで自陣をしっかりと守っていこうと。マイクタウンのレイジュさんちょっと落ちてしまったんで、こっから2対1でひたすらここの旗を守らないといけないと。そんな普通の人間やったらもうとっくに取られてもう KO されてるかもしれない。でも、しっかりと守っていける。で、100% のキャノンをしっかりと満を持して、いつ当てようかが押してますよね。で、このキャ、メイウェザーなんかはジャスト回避からのキャノンをしっかりと当てた風。また可愛いですよ、それがね。で、グリフォンをしっかりと警戒する。だから、くらっていい通常、くらっていいスキルとかをしっかりと判断して、当たりたくないスキルをよく見てジャスト回避を決め込んでいくみたいな、そこがやっぱ上手いんですよね。で、しっかりとここからね、オリンちゃんが敵陣にこうやって来てるんですけれども、落ち着いて落ち着いて退場と、ゲッターモードになってる。フルゴラなんかはジャスト回避で、ね、回避を呼んでの、はい、素晴らしいキャノンで全回復。で、ここはシギがね、中入っちゃってるんでよろけてるんですけれども、はい、これで怠慢になったんでよろけないと。素晴らしい。通常からの通常の間合いを押し測ってこの気絶はしょうがないと。はい、永遠にここを守ってるこんなフランキーがおったらもうたまらんですね。味方さんからしたらこのありがとうディフェンダーですよね。ワンパーン、はい、素晴らしい。めちゃめちゃ完全に守りきったんですけど、このままやと絶対にこの試合負けてしまうと思って、まあ、下に行って早く旗をあと2つ取らないといけないということでね。はい、フルゴラなんかはそのまま当たってからのキャノン、素晴らしいんですよね。ただまあ上をねしっかりと秒数的にはもういいかということで行ったんでしょうけれども、ゲッターモードに変わったんで取られてしまって、このまま、ごとり負けと。はい、世界一キューティクルなフランキーと最後の最後まであと最高、よいしょ。それではここでコメント返しでポンポンポンのお時間でーす。まずはこちら、毎回面白すぎてお金玉がでっかくなってます。お金玉でかおー、いや、ジャルジャル、唐突な下ネタすぎて今家族で見てる人たちアイスウェイジー。続いてこちら、海賊王炊飯ジャー強いっすね、おかぶさりー言うてしゃもじでも振り回しとんかい、米高すなハゲタコ。ラストはこちら、レッドさんのささやきマジでちょうどいい、俺いつささやいたんじゃい、耳バグっとんかい。
後半戦に行く前にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。メンバーシップも待てるよい。各種 SNS もフォローしてください。詳しくは概要欄をチェック。それでは後半戦 Here we go。はいどうも皆さんこんばんは、ティーンです。というわけでね、3戦目見ていきたいなと思います。夕方のシャボンステージというわけでね、この試合は下の方にね、下にちょっと、行って3分間しっかりと、守っていく、こんな感じでやっていきたいなと思います。守り散らかしていくで言うて、はい、C 型の番人をね、ちょっとやりたいなと思います。まずは、レイジュ対レイジュですね。はい、しっかりとシールドごとぶち抜いて、よいしょー、はい、素晴らしい。私もどうで、デンジャラス、ハマグリ、はい、シェルターなんかは怖くないということで、何袋でも大丈夫ということでね。ここからの素晴らしいキャノン、よいしょー、はい、いいですね。ここからの AC が高い色さんが取ってもらって、おにぎりなんか食らってもミリということなんですけれども、ここで、色チェンジをさせてしまった、やらかしハマグリということでね、落ち着いて回避を入れていて、ワンパーンで、ここはレイリーのスキルなんかは回避がなかったんでしょうがないと。ただ食らったところでそんなに痛手ではないということで、回避を、させてのしっかりと相手のスキルを、避けてのキャノンでワンパーン、よいしょーというわけで、ね、落ち着いてねマップを確認してすかさず相手の一陣が空いているので取りに行きましょうと。素晴らしいですね。 C 型の番人で守り散らかしてからのディフェンダーで裏抜きと、はい素晴らしいと。ここキングに一回じゃ任せのの、じゃあもう一回再びね C 型を、 C 型の番人ということでおにぎりを食らっていけれども全然食らわんと。素晴らしいですね。はい、ここからのアシュラをしっかりとジャスで入って一発二発、素晴らしいで距離を一回落ち着いて取ってね。いや、いいフランキーだ、非常にいいフランキーでゾロを、しっかりと落としていくと。はい、ここから対ゾロ、対ゾロなんですけれども通常振りかざしていきながらもジャスト回避を決め込んでワンパーン、よいしょー、うまないほんまにいや、うまいなあ。で、こっからのローですね。鬼ローなんですけれども、鬼ローなんかはね、気絶が入ったところで、全然大丈夫なんで、落ち着いて落ち着いて、通常からのキャノンで、ほぼほぼほぼワンパー1特性で残っているだけど、で、ルームから外出ときながら、レイジュと、鬼ローと、シャンクス、はい、3対1なんですけれども、シーハタの番人で守り散らかしていくところは、足元デンジャラスからの通常でローを落としていくと、うますぎーんうまいな、ほんまに。ガチでうまいな。で、ここをしっかりとね、相手全滅できたんで、相手の一陣を再びね、抜き返していくということで、いいですね。いいディフェンダーやってますね。相手のブーストが終わって、ここをジャスト回避は当たり前ということで、ジェネラルキャノンワンパーン、よいしょ、ハマグリ。ハマグリって何？というわけでね、ここで、C 型に再び戻って、万人をしていくと、まあ、グリフォンなんかは一発ぐらい大丈夫ということでね、はい。で、あっち取れるかなと思ったんですけれども、はい、守った方が勝てるよねということで完全に戻りましょうと。はい、いい判断ですね。で、ノールックジャズがよいしょ、キャノンワンパンはできひんけどよいしょ、うますぎひんか、ちょっと待ってくれめちゃめちゃうまい。ここ最近で見たフランキーで、めちゃめちゃうまい、一番うまいし、ハマグリって何、よいしょー私は。はい、というわけでどうだったでしょうかと、素晴らしいプレイで、もう、ね、最高でしたよね。はい、さすがティーンさんと、言わざるを得ないという感じでうまかった。はい、というわけで、エンディングなので、ティーンさんへ愛のメッセージというか、まあ、あれですよね、いいところをちょっと上げていきましょうか、ティーンさんの。はい、まず、はい、おもろい、あ、間違いないよね。そして、うまい、はい、そして、優しい、はい、そして、おもろい、はい、ということで、この4点拍子、はい、素晴らしいですよね。これがいいところ、はい、そして、逆に、に悪いところを挙げるとすれば、そう、全然飲みに行ってくれへん。いつになったら飲み行くのはよ、誘ってな。あよ、飲みに行こな、ディーンさんな。はい、というわけで、まあ、そんな感じかな。僕からの愛のメッセージは。早くワンパンじゃなくて、乾杯ちょっとしたいから、早く行こうな、言うて。はい、というわけで、本日はね、改めて、コラボをしてくれて、ありがとうございました。というわけでね、見てくれたみんなもありがとう。楽しかったよね。また、ちょっと感覚空き次やからまた第3弾、ちょっとそこまで何年とか言わずにさ、ちょっと数ヶ月でまたやろうよっていうことで、まあ、生配信とかでもまたコラボの方よろしくお願いしますということで、本日はこれくらいで終わりたいなと思います。僕のプレイもね、ティーンさんのチャンネルでしっかりやってるんで、コメント欄からしっかり、飛んでいってほしいなと思います。それでは本日はこれくらいで終わりたいなと思います。皆さんここまでご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバイ。